さあ、1P が、タコヒロさんですね。炎クラーク目標対する連打の人はまあ変わらず、このジョーっていうまあ組み合わせ、まあ個人的にはまあそのいっぱいいる強キャラ軍の中ではまだ比較的やりやすい方なんですよね。まあまあきついですけどね結局焦がされちゃったりするともうかなり苦しいですけど、まだそのジャンプが低かったりとかそういうので、あ、なるほど、技うまく引っ掛けれれば画面足まで持ってければまだなんとかっていう、そのやっぱ昇竜の無敵発生がちょっと遅いじゃないですか、その空手とかに比べると。そういう部分でも多少やりやすかったり、やっぱジャンプが低いからタッチぶっ飛ばしが相当機能しやすかったりそういうのがありますね。ちょっと空手とかが、空手とかは逆に空対空がちょっときつすぎてっていうのがありますけど、空手はちょっと前が広いから、そうなんですよ、まだ戦いやすいなっていうところあるけど、まあまあ僕も口で言ってても大体こんな感じで、あのもうジョーが倒れてますね基本的には。まあ自分よりは止められるキャラは割と少ないですよ。そうですね、もう非常に少ないので。さあ ND にバインハン、これはさあもう一丁入ってドライブ使っていく、 EX の爆弾からなんかもう追いついていけない。さあただしかしこれもうスタンチマジか、NC 連打しないギリギリのタイミングでガンガン振っていく、動けば当たるよと、まあそんな感じで振ってましたね。確かに NC 有効なんですかね。そうですね、もうまああのリーチと、まあ、発生も結構早いですからね。そうしゃがまれな、しゃがまれて当たらないっていう以外はもう非常に優秀だと思います。さあ怒りのガドリング、ドライブキャンセルを使って一気に画面足、さあちょっと引きつけた、もう一丁いけるか、すごいガトリングいっぱい入ってますからね。さあラブライバー叫ぶアルゼンチン、もう一丁アルゼンチン、さあめくりは前転で避けて、さあバニハンを、そう投げ無敵がないんですよあの技、ガードポイントだから。さあちょっと体力が残った状態、ガーキャンで切り返す、いい判断、いい判断ですね、ちょうど死ぬぐらいの体力でした。そうですね、ぴったりと死んだ形で。さあここで同キャラ戦、しかし 1P タゴイロさんの方は中堅、対する連打おじさんの方が大将。さあうまくジャンプの着地足払いを置いて一気に置き攻めアルゼンチン。さあここはジャンプジャックパンから硬直切れたところにジャックアルゼンチン、さあ置き攻めで一気にダメージを取っていって、フランス対決というかフランス勝手に取ってかなり丁寧に立ち回りますよね。そうですね、なんか置く技がすごいしっかりしてるというか、でもやっぱこういうなんかガドリングとかもすごい大胆に行っていくところもありつつも、やっぱネタが多いですね、非常に多いですね、本当に地味にタクになってるのがやらしいですね。はい、やらしいです空中投げとかからの攻めとか、とにかくあの置き攻めになるポイントからのネタがすごい多いのと、意外と差し、いやうまいですね今の差し込みのしゃが沖のしゃがみ台パンというか、その常に確認してガドリングまでつなげていくというか、これもう どっちが当たっても死ぬぐらいの体力です、ね、あーもうどっちが勝ってもおかしくない状況、あーっとスパッキャンをしていれば勝負は決まってたかもしれないが、これはどっちかわからない C 投げ、勝ったのはタコヒロさん。すごい面白い勝負が多いですね。多いですね、非常に。まあ、やっぱ13ってあの大将になると、大将同士になるともうどっちが勝つかっていうのがもうよほどの芸術差がない限り、体力差ってあんま関係ないから、芸術差ですよね本当に。そうです、おかしくないという状況で、で、さあ、2P が末さん、佐伯亮輝、キム、生産は非常に、処理というかそういうのが、あの立ち回りがすごい丁寧で、
まあ、ね、いわゆる処理というのがその行動がすごい上手いプレイヤーですね。技のリスさ生かしたり飛び道具の置き方がすごい丁寧な、の技の置き方がすごい上手なんです。はい、非常に。さあしかしこれがこのより一気にゆりよりで入れ替わって、そうなると一気に苦しいですね最近は。はい、もうさあこれは技のクライハンド潰したからか鬼焼きが空振り、そのままコンボになる。さあしっかり見ている、最速行動は許さないという形で。ああ、これは分かりにくいですね今のは。どっちがお互い分からない形だったのか。より側の勝負に出た EX 円払いですよね。そうですね、エクセン払いもしっかりと潰して、まあ表裏分かりにくいですからね。いやあれは特に最近はジャンプが高いから、ジャンプが高くてジャンプ D のめくり性能が非常に高いから、よく分かんないめくりになったりするんですよね。さあちょっと苦しい時間、クラーツは苦しい時間。そして連打、そうなかなか、そうですね、きっかけがちょっと作りにくいか確か。さあうまくベッド橋の先端を当てていって間に合う、非常に速い。あーっとうまい、前転も考慮してしっかり置いてましたね。さあこれ引き付けた、当たるでしょう、決まった。やばいこれ、ガトリング入れないと知らなかったですね今のは。きっちりと決めてきました。1ゲージハンドライブ、はい、1ゲージだいぶ減りましたね今。だいぶ減ります。何より結構ゲージも稼げますし、まあそのままあの空中付近になるから置き攻めにもなるっていう形ですね。相打ち、さあタゴイドさん側もうちょっと削っていきたいですね。あっと昨日いいえ強光剣、光剣がマジ厄介ですよね今日は。そうですね、やっぱ引っかかりやすいんじゃないですかね、非常に引っかかりやすかったり、まあ、あの体力差だとかなり苦しい状況でしょう。投げからさあ裏に、まあ、ちょっとダッシュが出なかった。さあガーキャン、今日は走れ目強いからやっぱ走れ追い詰めたいですよね。追い詰めたいですね、どんどん追い詰めたいですね。やっぱり判定が強い技を、強い強攻撃を押し付けて画面足で攻めていきたい。4本フルダイブ、いや4本フルダイブ、ここはそうですね、何としてもタコヒロさん側取って次に行きたいところ。対する末さんはここの状況でなるべくもう本当に減らしていければ、そしてあわよくばまあ倒して最低でも時間を使ってっていう形で取れればいいですが、 EX 流行意外と発生が遅いんですよね。9か10とかちょっと遅かったはずです。ジャッカルはつながるんですけど、腕剣は割と長いですね。出てきは結構ありますね。なるほど、うまく合わせていけましたがちょっと間に合わなかった形。さあ対照戦、まあお互いゲージがある状況なんでまだまだ分からない状況なんですが、さあ空中半月、さあ繋がってないがそのままコンボ、あー減る、 EX 半月からのコンボになりましたからね、非常に減りました。勝ったのは末さん、見事でしたね。見事です。次は喋ります。じゃあどっちでもいいか。小川さんどっち笑ったの？あ、俺です。まあでも全然まだのまだまだでもう喋りながら OK ですよ。さあ、1P が、お米さんですね。炎より対サイキがよくわからないんですよね、まだ未だに。炎より対サイキ、割と一発を差し込みたいんですけど、まあ近づくまでが なんだかんだでやっぱでかい球が結構だるいかなって感じなんですけど、なんか一回前に近づいちゃうともう逆に炎サイキ側かなり苦しそうなイメージですね。近づくまでが勝負っていう形だと思うんですけど、あとやっぱ炎より使いがやっぱどれだけ飛び道具をかいくぐれるかとか、その地味に中ジャンプ大キックとかで距離によっては球避けれるんですよね。確かにそういうのをうまく使い分けられたりとかしていくと結構待機側はあーめんどくせえなこのイオリみたいな落ちになってくるんですよ。まあうまくその高いジャンプをかぶせれるような位置にどれだけ近づけるかなっていうところかなとは思います。
引っ掛けやすい技は多いですけど、まあ、高いジャンプにされちゃうと結構苦しいですからね。さあこれちょっとネタっぽい行動を見せた。さあしゃがみに容赦なく奈落を仕掛けに行って、これは逃げ時かな、早めに決めていく。これ最大の補正を測っても200ぐらい減りますよね。そうですね、最後225じゃないですかね、まあ、450、確か450ですよね、ダメージが多分それの半分だと思うんで。すげえ詳しい。さあ EX 貢献、さあうまくお米さん側がエンディをちらつかして高いジャンプとうまく使い分けてますね。さあちょっと漏れてしまった五色、一気に画面足追い詰められ、さあ画面足の取り合 い、ここでおもむろに前からの EX 流行、いい判断ですね。意識してないとガードいけないですよね。そうですね、完全に、まあ、意識外ですね、あれは難しいです。 あの状況で中断が来るっていう風に判断しなくちゃいけないのは、当然両側の触れる技が NC、ND ってやって、 ND とシャガディも届きますからね、やっぱ非常に、あれ距離は本当にいい距離ですね、はい、両の距離ってます、いい距離でしたね、あそこは。うまい。さあ空中ぶっ飛ばしに対しては前 B、ヒエンで追い返して、しかしゴアフェスで切り返して、さあどちらも画面足が非常に強力なんで、やっぱりうまくものにしたいところ、リサイドからさあ EX リサイドマイナス11と結構不利は背負うんですが、まあ距離が微妙だったりやっぱ動作が速いんでとっさの反撃は難しいんですよね。難しい。そういうところに EX メイヘム、まあ理にかなってますね非常にマイナス12、失礼しました。とにかく隙はでかいということで、さあバイス対キム、地味にキム側が嫌な組み合わせなんじゃないでしたっけこれ確か。さあどんどん投げまくっていく、投げまくって飛びまくって投げまくってさあ末さんのキム非常に苦しい状況、ちょっと刻みすぎだ。さあ崩しに行こうとしたところ、暴れて返して、まだ勝負は決まっていないが、どうなる。さあジャンプ B 渋い、投げて投げる、投げられたら何返す勝ったのは末さん。はい、1P が 2K さんですね、ファミリーが続いてますね非常に。チームが熱狂有利、スベイより、ちょっと組み合わせという的に、まあ、やっぱ、2K といえば、有利って形は僕は個人的にイメージがあるんですけど、ちょっと非常に有利側がやりにくそうなちょっとキャラ編成かなって感じはしますね。生産のチームはちょっと手堅くその判定が強めの、発生が早くて判定が強い技、そういうのが多いから有利側としても結構、あとリーチが長い、そう確かにリーチが長い相手はやりづらいですよ、やりづらそうな。やっぱよく聞きますからね、リョウとか キムが結構ユリ側がやりにくいっていう、まあ、近づくまでがとにかく大変だったり、そうですね、技を一発当てるまでが大変です、はい、あとワンボタン技で結構追い返されやすかったりっていうのがなんか非常にありますが、というちょっと個人見解なので、どちらかというと他のキャラで何度かカバーをしていきたいところですが、殴り合いは5分ぐらいですね、はい、そうですね、この組み合わせも結構話してますね。さあガークラしっかりとゲージを見ていて、竜巻 D からのコンボ固定ダメージでフィニッシュ。うまい。いやー減りますからね画面足はしっかりしてる、コンボ選択もきっちりとしてました。あら、ありがとうございます。さあ2番手のユーリが決めて、さあ残り体力1割がぶっ放していく。あ、ラブライバーさんこんにちは。あーどうもどうも、にっかにっかに。いや相変わらず元気がよろしいよね。いやいいですねラブライブは青春ですよ青春なんすか、この30過ぎた俺に青春がまた戻ってきました青春が、青春ですよあれは。俺あんまりわからないんですけど、まあ、あダメですねすいませんでした俺も見始めたばっかりですけど
にわかですけど、と言ってる間にニケイが発動コンボを決めて、あ、ここは補正切りに行くがうまくいかず、まあ、温存というか、まあ、1ゲージで締めてもっていう感じでしょうね。そうですね、今のは、まあ、ユリはね、補正切りに行くのが強いキャラだと思うんでね、まあ、自分のターンをずっと常に続けられたり、まとわりついたりしていくのがやっぱ強いかなって方、特にリーチが長かったりするキャラに対しては、そうですね、立ち回りがね、めんどくさいですからね、かなって感じはしますが、これは日系側にとって美味しい相打ち、いいですね、いい展開ですね。さあ、大衆末さんがこちらキム1枚 EX3 月、ドライブはちょっと温存しつつ戦っていきたいところ。おお、うまい。さあ、これなんですよね。いやー、箱押しかけに行っても、これなんか反撃難しそうですね。確かに、なんか急いでダッシュしたりとかすると裏から当たりそうな感じなんだけど、これは完走すれば決まりですね。もう普通にそんな難しいこと、あーバーカー。さあ、これは分からん、状況的には当然ユリ側がいい状況なんだけど分かんなくなってきた。おお、嘘くさいのが入っている。飛炎砲脚間に合わねえ砲脚だけど、いや、今のはちょっとスエさんもいい笑顔ですね。負けたけど、え、そうなのっていう顔してますね。ちょっとむごかったっすね。今のはまあキム勝ってもよかったんじゃないかなっていう展開ですけど、まあ、最後に立っていたのは 2K、まあ、つい先日リーダー杯というのがありまして、その主催を務めてくれた方ですね、はい、盛り上がったみたいですね、リーダー杯。まあ、ちょっと僕は用事があってちょっと出れなかったんですけど、なんかツイート見せたりとかしてるとやっぱすごい盛り上がって、いやーすごいですね、楽しそうだ、ドラマがありました。いやー出たかったな。いやー、まあなんか別の大会で僕は頑張りたいと思います。ぜひぜひまたね、ちょっと大会を我々で企画していきたいなと、あー確かに思うんでね、まあこっそり企画しようかなと思ってます。まあ期待しないで待っててください。ちょっととこう言っちゃなんですが、やっぱ下火になりつつありますからね、このゲームも。だからこそこういう時こそうまく盛り上げていきたい、やっぱかなっていうのはあります、非常に。さあ、どっちが表、今日ね、今日まああれなんですけど、線が入ってない方が表ですね。おお、さあ、リーダーが優勢の状況。第5式を、あれ弱式、今の第5式、いや、第ですね、第ですよね、今あれでも、その端からちょっと離れたところで適当に出されると結構めんどくさくないですか。だるいですね、なんかいきなり飛んでくるみたいな形で、ね、ジャンプして逃げようとしても巻き込まれたりして、で、ガードしてもなんか先端気味だと反撃なかったりするじゃないですか。さあ、ここ早めに切り返すって形いったが、読まれている。おっと、ナイスガード、壊しを壊して潰して、おお、五色は許さへんよと。今怪しかったけど勝ちましたね。なんかまあでもちゃんと差し込んだ形でしたね。1段目と2段目の隙間に差し込んだ。うわ、これは見てる、確かに見てる。さすがリーダー、さすがリーダー。さあ、これはさすが 2K、 さすが 2K、 間違いないっすわ。やっぱカウンターからの打ちは重要っすね、非常に。間違いないっす。もうでも 2K すごい上手くなりましたよね。確かに、ここ最近あんまり僕は対戦してなかったりとかしたんで、やっぱり一回そのちょっとバーサスさんじゃないんですけど、はい、別の場所で 2K 対アーサーという10先をやったんですけど、はいはい、その時にですね、まあ、うちに来て一生勝ちしてたわけなんですが、はい、まあ、その辺からですね、すごい伸びてます、この 2K という男。そして実際この間のリーダー杯、神殺してます。あの日本代表の梨本さんを倒してますから、素晴らしいですね。いや、まあ、やっぱ本人にとってもいいんじゃないですかね。結構やっぱそうやってやり込んできた成果っていうのがそのどんどん出てきてくるっていうのは、まあそうですね、楽しいですし、まあ格ゲー問わずやっぱどんなことにおいてもやっぱやってきたことの成果が出るっていうのは非常に嬉しいですよね。いや、このまま伸び伸びとどんどん続けていってほしいですし、やっぱりその上でさらに成長してほしいな。まあちょっと成長って言い方偉そうですよ、あれですけど、ちょっと。いやー、五郎さんはやっぱ言うことが違いますね。何がすか、ちょっと。もうね、いや褒めても何も出ませんよ、もう。神に最も近い男ですからね、五郎さんね。五郎さんもね、ワンチャン入ってもよかったんじゃないかっていう。いやね、職者
もね、思いますよね。ない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 って言ってる間に、言ってる間に直さんが俺の代わりでよかった。言ってます。そんな弱気なこと言わないでくださいよ。あっと言ってる間にリーダーが勝利している。いや、食さんは神ですわ。まあ、さあ、あれが見れるんでしょうかね。お手並み拝見ですわ。これはすごいと思いますよ。俺もね、最近になってやっと初めて対戦したんですけど、はい、ほんとね、世界観を変えられますね、あれは。なんか、まあ、一発昇竜もらったら終わるんだこのゲームみたいな。昇竜相打ちとかからも行けちゃったり、とにかく葵花戦団から行けたりとかしますからね。非常にすごいです、このワンピーのふみふみさん。炎いより、そうですね、炎より、もはや大名詞と言っても過言ではないですからね。こいちゃなんですが、ワールドクラスです。いやもう間違いなく、まず日本では一番うまいと言っていいんじゃないですかね、はい、まあ世界で言ったらちょっと分かんないですけど、はい、手先の器用さってのは本当に、まあ、僕結構昔から知ってるんですけれども、さあ始まった運送屋さんが始まった、はいはい、ドライブ使って、はい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 、さあヒット数が増えて空手が落ちてこない、ゲージもすごいことになっている。さあゲージもどんどん溜まってますね。まだ続くの？いや、どんどん下がってる。落っこちるんじゃないか。しかしここでミスってしまうが、しかし短いが、リーダー、1P から端に追い込まれて 2P に今度端行っちゃいましたよ。何なんですかこのキャラ。マキシマ並みですね。はい、いや、なんかすごい、すごいです。いや、すごいですね、これがふみふみさんです。いやー、ここはしっかり上を見ている。ちゃんと今2フレじゃなくて引きつけましたね。引きつけましたね、なんと早めに出したということで、まあ、2フレだと今多分1段か2段しか、そうですね、ちょっとだけしか当たらない形ですね。ここは冷静にガード、エンリークズ風を置いているが、ちょっと間以外か、いや、禁止の持続だったか。結構今日に対して青い花って振りづらくないですか。多分エンビーが普通に届いちゃうんで、エンビー75とか結構安定っぽいんですよね、うん、まあでもデュレイがあったりするんで、なんともって感じですけどね。まあ、デュレイに対してはね、まあしょうがないですけど、読み合いになりますけど、まあ、とにかく空の勝負がやっぱり寄り側に分があるんで、確かにとにかく表強側はちょっと近づきにくいイメージがありますね。さあちょっと押し気が出なかったか。さっきですね、この、はい、まあまあちょっと狙って見せてくれるかもしれないんですけど、ちょっとね、はい、レオナですごい面白いことをやってまして、ちょっと期待しときましょう。で、まあ、レオナっていうのが非常に珍しいですからね。そうですね、まあ今現役で使ってるのって言えば、まあ、水中さんが最近使ってますけど、まあ関東ではそれぐらいですかね。関東ではあれ、関西ではサンゲさんが使ってますけど、そうですね、さあちょっとここは発動ミスをしてしまったが、うまくフォローはしていきたい。フォローする技結構あるんじゃないのか。さあうまく暴れ潰し、ラッシュ投げお互い意識してましたね。さあ小足で怪しい、動くところにタチブットは意外と優秀なんですよね。タチブット氏はっていうか、むしろこういう横はこういう技を置いていかないと、レオナ側も小足だけになっちゃうっていう感じですから。NC とか ND も結構強いですよね。そうですね、小足 NC っていう連携はやっぱレオナ使いは結構やってきますけど、大事ですよね、そういうの。そこでちょっと一応止まってしまうけど、大事ですね。これ暴れ潰しがうまく機能してる。さあぶっ飛ば、ぶっ飛ば、おーっと、なんか狙っていたが、おっと、冷静に投げが出ない。さあフィスラー、ルイスラッシャー、上々に体力を奪われていく。ゲージもなくなっていく。バイス、さあこれはグランドセーバー、仕掛けに行くところ大怪しい。割と勇気のある行動を取ってきました。そうですね、全然まあ見てからだったらね、 EX メイヘムとかは結構安定して置けるんですけど、まあゲージがなかったですからね、結構。そうですね、さあおーっと、これはいい当たりさんのチームがもう殺しに来てますね。よりにベニマルって、もう永久やりたい気持ちが出てますね。出てますね。いや、もうダメらしい。とにかく端に持っていきたい。そしてリーダー側はやっぱゲージ、とにかくゲージですね。ゲージを欲しい。1ゲージ、ここで結構
なんとか逆転。さあ削っていく25ダメージ。さあメイヘム、いい形を置いてたんだけど釣りだった空中雷神拳。これはリーダーちょっと厳しいがどうなる。あさあうまい投げて、これでリーダーも1ゲージ溜まって、わーっと暴れ潰しから入れ込んでいる。これは非常に思い切りが良かった。いやもう最終手段でしたね、もう見事に決めました。さすがリーダーっすわ。さあ続きまして出てくるのはあずき猫。あずき猫さん、あずきさんもなんかキャラがいろいろ変わってまして、今日ライデンとかも使ってたんですけど、ライデンそうですね、なんか、はい、初手のキャラはやっぱり入れ替えるイメージですかね。あの空手キングは固定で初手のキャラ入れ替える形の、そういうイメージがありますね。さっきライデンロバートとかでしたよライデンロバート、それはあんまり見ないですね結構。まあちょっとタツさんのチームにはライデンはちょっとやりにくいでしょうね。そうですね、空手がまず空手と表強がかなりやりにくいと思います。そしてまあやっぱロバートが、あずきさん非常にうまいので、やっぱ確かにここでしっかり1ゲージ払ってダメージを取っていく。いや減るな空手は。ロバオリは刺さらず、さあうまいですね非常に今のは。 D 投げも、D 投げは上に強い、ちゃんと投げはちゃんと上に強い D の方を選択って形でしてますが、あと実は結構反撃がむずい弱点。これでも中央に投げたのはあれですかね、中央の方が崩しやすいっていうのがあるんですかね。そうロバート側としてはまあ投げはどっちにしろ置き攻めができるし、まあそうですね、中央に投げた方がまあめくりのタグもつけれますし、まあ何より D の方が上に強いっていう。なるほど、まあそれでかいっす、ね、あとニート技なんで、まあ、あの地上で当たった時も多分リュウコランプとかそういうのもいけるんじゃないですか。おーおー、拾っているが、ここはドライブが出なかった感じですね。そうですね、ちょっと遅らせすぎて出なかったって感じですか。あれ早くキャンセルしちゃうと龍神スカルし、遅めに出すと今みたいに出なかったりする。いやー難しいんすよ、ね、かわいそうっすわ、あれが難しいんすよね結構。さあ同キャラ戦、さあ近いところで強攻撃、なんかの暴発かな、投げの暴発かな。さあここはあずき猫さん冷静にタツさんの空手を潰していきたいところ、残り3割以下という状況なのでうまくやっていきたいところ。そして対するタツさんはまあやっぱここですね、もう少しでも体力を減らしてっていう形ですね。あー怖い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 、なんか爆発してんぞ。あー大きかった EX 貢献前転するも投げが間に合う。さあ逃げ、いやー怖い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 、うおー力強い、なんか荒れてるな、なんかうわー沖光保険がEX 昇乱客に当たっていた。で達さん側も今うまくバケツで追っかけに行ったんですけどね、まあ空手には弱点があったって感じですね本当に。もういや本当あれ戻ってくるの何なんすかね。いやー4ガードされたら100フレぐらい不利でもいいんじゃないですかね100でた、そうですね間違いないですね強飛焼却、強飛炎、強飛炎もあれ意外と少ないですよね。そうですね、なんか今なんか意識してないと反撃しにくいですね。そうなんですよ、ね、と言ってる間になんかあずきさんがコンボガバガバ見せていく。あーこの強い、大丈夫かこれ。まあうまくしゃがみへで昇竜と何読みなんだ今、しゃがみしゃがみやってんだよなこの技本当に。うまくばらまきつつ様子を見てるが、ここは光景裏回っ ている、しっかり1ゲージ払って下ろしきっている。リーダー運がいいな。いやまあまあでも今のはちゃんと裏から反撃したわけだしいやいやいやもうねリーダー運がいいっていうのはね結構あれなんですよ、まあ、身内では流行ってるんですよ。なるほど、リーダーとピクニックは運がいいんで、運がいい強運持ちだとまあ運大事ですよやっぱ勝負事は何事もピクニック強えって言うと、いやー弱えよ運がいいだけだよいつも言ってますからまさか運がいいだけだしっていう感じでしょうかさあと言ってる間に大将戦、キム側にもう少しでドライブが溜まる状況、まあどっちがドライブはって形なんだけど、しっかりしている。うわーしっかりしてましたね今の、これ狙ってましたね安部さん。
さあこれちょっとやりすぎなんじゃないのか。しかし反撃が難しかった。あーなんかお互い引かしてしまう。これで大丈夫かこれ。もうあーもうダッシュ飛燕やりたいだけあめくっている。いやー非常にジャンプ G が機能してる。やばい、あの技無理っすよ、無理っすよ。あの技リーダーが崩されていく。あーリーダーリーダー、これはさすがに苦しい状況。2回当てないといけないですからね。この技っすわ。やっぱりそうですね、1ゲージ溜まっちゃうと、まあ、どっからでも飛んでくるんで、まあ、上から光るか地上から光るかですからね。まあ、そうですね、まあ、それがタッチ B とか置いてって形で、いやー、まあ、厳しいっす。まあ非常に荒れましたが、あずきさん勝利。